北条兼時は、鎌倉時代後期の北条氏の一門。父は、第八大執権、北条と宗の異母帝である、北条宗より、公安三年、長戸短大であった父の死に伴い長戸国主語となる。翌年には、異国稽古番役を任じられて、張馬国に赴いた。公安の役から三年後の公安七年、摂津国主語と六原短大南方に任じられた。 昭和6年1月、丹大職を辞して、鎌倉に帰還したが、前年の外交施設到来で再び、猛虎襲来の危機が高まったため、同年3月、執権、北条貞時の命を受け、軍勢を引き連れて、九州に下校した。金時の九州下校をもって、初代鎮税丹大とする見方もある。金時が九州博多に到着した直後に、鎌倉では、 平前門の乱が起こり、5月3日に事件を報ずる、早馬が博多に到着し、九州の御家人たちが博多に詰めかけ、金時はその対応に追われた。翌英人2年3月、金時は異国用人のため、区全国と非全国で、九州の御家人たちと飛ぶ日の訓練を行い、軍勢の中心、兵戦の調達などを行って、異国警護体制を強化した。 しかし予想していた元軍の襲来はなく、金時は、永任3年4月23日、鎮税短代職を辞して再び鎌倉に帰還した。翌年には、北条舎政が鎮税短代に派遣された。金時は表情集の一人に列せられて惑星に参与したが、鎌倉期間の5ヶ月後、9月18日に死去した。去年32、日付イコール旧暦。 ありがとうございます。